明治大学の藤本ゆかりです。編集者を経て今は明治大学で漫画文化論と、ジェンダーと表彰を教えています。専門はもともと少女漫画なんですけれども、今国際系の学部ということがあって、いろいろな国の漫画文化というのを調査しています。で、今現在はサバティカルでニューヨークのコロンビア大学でビジティングスカラー、として研究をしています。だからニューヨーク在住です。先日ニューヨークコミコンに行ってきたばかりです。日本の漫画は本当に世界中でいろいろ読まれているんですけれども、なかなかやっぱり漫画の翻訳っていうのは小説などの翻訳とは全然違うところがあると思います。日本語って英語で言うと愛一言で済むのが我が輩だったりわしだったり私だったりあたいだったり、それこそ変わってきますし、語尾にじゃっていう風に言ったりとか、それこそ最近でにゃとかとか入ったりとか、そういうちょっとニュアンスのある言葉が多いので、そのあたりをまあどういう風に訳していくのか、あたりっていうのは結構難しいんじゃないかなと思います。で、それから吹き出しの大きさっていうのがありますから、その吹き出しの中にうまく入るように、訳していくっていう風なところも、かなり工夫が必要になってくるという風に思います。今海外では割とその本を買う、あるいは正規の配信ではなくて、違法サイトや海賊版サイトで、読んでしまうっていう風な人が多くて、で、時にはそっちの方が翻訳がいいんだよとかっていう風に、言う人がいて、それはとても悔しい思いをします。で、それこそ本当に正規版が最も良い翻訳であること、やっぱり正規版で読んで初めて、その魅力が、正確に伝わるんだ。そうでないと本当にちゃんと 100% 魅力が伝わってこないんだってぐらいに言われる、こう素晴らしい翻訳っていう風なものが、出てくることが、日本の漫画のそれから先の、将来の、投資になっていくと思います。やっぱり漫画ってすごく読むリズムっていうのが大事だと思うんですね。で、それからその意味だけではないところがという魅力がすごくそのセリフの中に詰まっている。で、それもうまく伝えられる漫画の魅力というのを 120% ぐらいにして伝えてやるぞぐらいの、気力で素晴らしい翻訳家が新しく生まれてくることを期待しています。